これ面白いね。うん、面白いじゃん。はい、すみません、お待たせしました。どうも。はい、さあさあ、では第1部に引き続き、そこで次、はいはい、クセさんをお招きしてお題を。そうですね、2部なんですが、はい、もうそもそも、我々のアンダーカテゴリーで生きてる変態どもと、せいさん自身ってあんまりこう接点がなかったんですよね。せいさんがやってる、いわゆるこの NPO 法人ハマトラって、これ実際何なのっていう話、もう本当根本になっちゃうんですけど、ちょっと聞きたいなっていうのがありますけど、ね。だけどもう内容をやめたんですけどね。まあ、やめたからこそ言えるみたいな。そうそうそう。それはね、結構あるんですけど。素晴らしい通告がいた。いや、まあハマトラ自体は、うん、NPO にしてから4年ですけど、はい、実質はもう10年ぐらいやってて、俺は一番最初にやってたなんかあれですね、フリーペーパー作ったところから始まって、その後 SNS 作って、ああ、あったね、あったね、SNS をサポーターで作って、あそこまできっちりやつあったの、ね、うちと浦和だけだったんで、他はみんな失敗してたんで、ね、代表のもあったもんね、うん、全部失敗だね。SNS ってどういうこと？いや、だからミキシみたいなのが、うん、だからハマトラ SNS っていうのがあって、うん、でそこは俺らちょっと違ってたのは、あのもうサポーター活動の全部コミュニティそこに一挙に集約させて、ほうほうほう、でハマトラって NPO なんで、そこの理事機能とか投票機能もそこに全部集約したんですよね、うん、でそういうのやってるのは珍しくて、地域 SNS っていうのは当時注目されてたんですけど、ハマトラ SNS のやってることはかなり注目されてて、うんうん、まあ、あとフリーペーパーの仕組みとか、うん、今マリノスの開催試合の時に出店出させてもらってるんですね、テント1個、うん、あ、そうなんですか。でそこの収益で SNS 回したりフリーペーパーの資金稼いだりしてたんですけど、まあそういうのやってるのかなり先鋭的だと思ったんで、サポーターとしてそれなんか健全ですよね。完全に健全です。あの、なんでやってたかというと、ちょっとあんまね人の悪口言えないんですけど、うんうん、サポーターって金稼ごうと思えばいくらでも稼げるんですよ、うんうん、あの、ある権力を握ってしまえば、はい、あんまね個別名は出さないですけど、問題あるから、出したいチーム知ってます。出したいチーム知ってます。そのチームがあのスタジアムの中で出店してたのも知ってます。あら、あら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 、行っちゃった、ちょっと茨城方面行っちゃった、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 行っちゃった。まあそれはともかく、要はそれをちゃんと明朗会計で誰にでも分かれるようなクリーンなシステムにして、全部稼いだものはサポーターに返しましょうっていうのを、クラブに返しましょうっていう形でやれたら楽しいなと思って、そういう仕組みを作ってたんですよ。なるほどね、はい。まあ、この仕組み自体のアイデアは俺より前にあったん、実際アイデアとしてはあったんですけど、実際やりだしたのは俺たちですね。で皆さん、今日サポーターの皆さんいっぱいいるんで、うん、金かかるじゃないですか、なんだかんだ言ってビッグやったりうたらかんだりって、はい、遠征費だけでね、すごいですよ。まあ遠征費は自腹でお願いしますっていう話なんですけど、うん、その他も備品ぐらいみんなからお金集約するわけじゃない、寄付募ったりだけど、そういうのを、まあ、クリーンにした方がいいかなっていうのは、うん、あれで、だけどね NPO にするとね、かえってね NPO うせんくさいみたいな、うん、あいつら酒を飲んでるみたいな、寄付金でとかみたいな話とか出ちゃって、ほんとバカだなこいつらっていつも思ってたんですけど、今だから言ってやる、お前らバカだから叫んで2ちゃんで書いてるお前らだよ。ほんとね、言いたいことは言うんですよ、ほんとにね、好き勝手言いやがって、わざわざ決算まで公開してるのに、うん、これでも怪しいってバカお前。いい加減しろお前。デロリン呼び捨てにするなよお前。関係ないじゃん。それが個人的に個人的な話ですね。いやでもね、実際問題、この周りのその批判とか結構多いじゃないですか。なんかアマトラのやってることうさんくさいって言われてて。それはせいさんが言ってたんくさいということではなくて、せい、ね、さんの見た目がうさんくさい、つんさんにも言われたんですけど、うん、原因はあなただって言われました。つんさんがうさんくさいって言ってたら相当うさんくさいと思う。あの侍もうさんくさい匂いでしょ。それね、ロックソンに言われたくない。そうです。ある意味ワンツー。このスリートップはかなりうさんくさいスリートップだよね。うん、
いやまあだけどね、それはともかく変なことはいっぱい言われたけど、これだけ綺麗に回ってんのマリノスのね、あんま NPO だけなんで、うんうん、皆さんね真似していいっすよ。もう本当にやった方がいいっす。これただ NPO 回すのすごいめんどくさいんで、法人として回すのはめんどくさいんで、そこだけですけど、株式会社にしちゃう。法人はした方がいいんですよ。した方がいいと思う、しない方がいいと思う。あのね、サポーターが何か NPO 法人にするか AB 企業にするかっていうのはまず一つ選択肢としてあるかもしれない、うん、AB 企業でも決算公開すればそれ NPO 法人と同じなんで、やってることは。NPO 法人の方があの昔は作りやすかったんですね。今はそうでもない。まあまあ厳しい、まあまあ厳しい。それでは質問いいですか、はい、何人規模なんですか今現在、この2013年現在でアマトラの活動をしてる。アマトラ、あの NPO 法人って、入ってる人たちを社員って呼ぶんですね、うん、あの議決権持ってる人全員社員って言うんですけど、社員が300人ぐらい、300いってないので。ちなみに神奈川県下の NPO 法人で最大の NPO 法人ですね。そうなの。そう、社員数だけで言うとね、そういう規模、事業規模は別なんですけど。社員の300ってどう決めたの。いや違うな、うちはあのうちっていうかハマトラ自体はあのそこにそれに参加してくれる人っていうのを全員社員としてみなしてるんで、入会申し込みしてくれたら、で別に会費もないしタダだし、でその代わりなんか1年に1回以上は、チームのためになることやってください、ハマトラの活動に参加してください、それゴミ拾いでも、なんか例えばこの前は、東北大震災用のなんていうのかな、ボンボンリストバンドとか売ってたみたいだけど、あれに手伝いやってくれたり、ハマトラのペーパー配ったりするのでも何でもいいから、それやってくれたらいいですよって。議決まで持ってる。それはあの NPO 法人としては特殊。そういう NPO 法人はやっぱ入会金もらうね、会費もらう、そんなもらわないのうちぐらい。それは、それはあのある意味コアな300人だと思うんですけど、もっと外側に。ああ、それは当然、あの、まあ、要は200何人っていうのは活動してる人間なんで、それ巻き込んでる人間はもっと全然多いんで。100ってすごいよね。サポーターグループとしても最大級ぐらいの感じ、うん、まあただまあアクティブな連中とね、休眠してるやつはいっぱい混じってるんで、必ずしもあれなんだけど、実際にこう、じゃあ何月何日にこんなことはやろうっつって集まる人数も500人とか600人みたいになるとか。それはどうだろう、そんなに集まんない。もう一回整理すると、そのハマトラって組織は誰でも、要はマリノスをサポートするっていうことではなくて、まあ、誰でも入れます。それは、あの NPO 法人っていうのは誰が入っちゃダメっていうのをやっちゃダメなんで、だから例えばロックソーとも入れますし、横浜 FC のサポーターも入れます、うん、マジそうなんだ。そう、だから横浜 FC のサポーター2、300人でいっぺんに入って、乗っ取っちゃえばいいのに。それを横浜市の会でみたいな総会屋みたいになっちゃうんだ。ロック総統が一生懸命人数動員して議決権100、200集めたら、うんうん、アマトラに乗っ取れますから。あ、いいじゃん、カギトラに名前書いちゃうな。そうか、それでカブリーグの活動のために、そうそのまま乗っ取ってホンダロックのためにみたいな感じのことできる。でもホンダロックのためなんだ。もうこれ絶対みんなで九州行こうみたいな。みんなで九州行こう。代表を辞めたから言える、これ裏技ですね。メモですよ。じゃあ YSC のサポーターの皆さん、どうぞハマトラを乗っ取ってください。YSC 自体 NPO 法人ですからね、あそこ。あ、そうか。あ、ややこしい話になるな、それ。逆にマリノスが。ややこしい話になるな。そもそも、その走りだと思うんですよね、そういう。クラブのために、地域のために活動しようよ、サッカーのサポーターもっていう。ただそんなに組織的にはないしろ、俺自体は特に川崎からは影響を受けましたね、うん、川崎のサポーターから。なんとか家族、なんとか家族、なんとか家族ね。やっぱ2000年前後の武蔵小杉の駅前から轟まで行くときにポスターあらゆるところあったって、これはやられてなと思って。あ、それなかったの横浜ない、うん、いや、あの当時の川崎すごいよね。 J2 の時でもよくここまで動けるな、うん、いや大したもんだと思って。で、うん、特に俺がすごいなと思ったのは、市のバックアップをかなりうまく獲得してたんで、うんうんうん、あの頃三上寛太、うん、クソジジイとかが結構裏で動いてたみたいなんだけど、まああれはすごいなと思ったんだけど、うんうんうん、まああれは影響を受けましたよね、うんうんうん、
それは結構きっかけでもあったんですね。これやられてんなみたいな、マリノスもっと思ったんですね。そう、影響を受けたのは、やっぱ上田朝日がやってる一連のことは俺すごい影響を受けた、うん、あと川崎だね、この2つじゃないですかね。川崎の場合は逆に言うと、彼らのああいう活動が火を引っ張ってたところがあるからね。あ、そうなんですか。え、そうじゃないの。川崎、川崎市をのバックアップをこう、彼らのような活動が、うん、その逆に川崎市、あの割とこう疎遠だった部分をこう助員としてくれたというか、クラブと市をね、そうそうそう、つなげたっていうね、あれはちょっと一つ理想的なあれじゃないかなって、うん、まあ、近場だったんですごいね、ダイレクトに見てたんでっていうのがあるかもしれないですけど、ただ他にあんだけうまくいってるとかないかもしれない。そうですね、ここのそれで10年ぐらいも経ってますけど、この現在今 J って40チームぐらいありますけど、あ、ここ面白いなっていうの他出てきてます。山がね、うんうん、松本山がはすごいスマートにやってる、うん、松本山がのちょっと俺内部事情あんま知らないんで、ちょっとうかつなこと言っちゃうと怒られちゃうかもしれないけど、うん、松本山のウルトラって、うんうん、僕たちが考えてるウルトラのイメージと全く違うんですよ、ね、うん、違う違 う、 違う、あれはすごいなと思った。相当の方が交流が深いんだ。それなんでウルトラにしたのって言った、ウルトラって名乗った方が人が来やすいからって言ってた、うん、それはだってあれ別にウルトラって名前外したらね、うん、外した方が分かりやすい。ただサポーターの名前何するのって言った時に、ウルトラってしといた方がとりあえず名前、あの人が集まるんじゃないっていうところでウルトラなんで、うちらは別にウルトラっていう、そんな超党派ではないですね。そういういわゆる一般的な概念のウルトラとは違うっていうことは、うん、あの本人たちが言ってましたよ、うん、いやだからあれはすごいね、面白いことやってるなと思ってて、先ほど生さんは、いや、ハマトラみたいなことはできるんだから、もっといろんなサポーターパクればいいじゃないって言ってた。どんどんパクってくださいよ、もう代表辞めたんで、もうどんどんパクってください。実際そんなに出てきてるわけじゃないんですが、それっていうのはどういうマインドだと思いますかっていうと、ちょっとこう、いや、やっぱあれだけできるのは、その事務能力とか生産ぐらいね、いろいろできて優秀で、やっぱり優秀な人間がいるかいないかっていうのはやっぱり、一番問題なのはゴール裏と、そういうことをそういうね、 NPO にしてお金ちゃんときれいに回してこう、市とちゃんとつないでこうって考えるタイプが全然違うんで、そうだね、そういうのはよくない、ゴール裏のイケイケと、むしろそんなのよりも飛び跳ねることが大事だみたいなこと言い出すやつ、そんなこと言ってんなよみたいな話になりがちなんで、ね、J1 の人たちは J2 でもいますよ、あの多摩地方にいるサポーター、そう、 J2 じゃない、 JFL にいる多摩地方のサポーターは西田分、名指しですねこれ、はい、いやだけどまああれですよ、ハマトラたまたま俺みたいなね、トラメが持ってたやつがそういうことを考えついてやってたら、率先してやってたんで、うまくミックスできたっていうのはありますよね。たださっきおっしゃってたその山賀のケースも、山賀もやっぱ事務方と羽根系がちゃんとこうバランスがいいですよ、ね、あれは素晴らしい、うん、僕なんでやっぱ現場で乱入するじゃないですか、うん、基本、うん、あの乱入するんですか。乱入するんです。僕あのゆうじさんもそうだったんですけど、知ってると思うんですけど、基本相手側のサポーターのところに乱入するんですけど、あれってあのプロレスじゃないけど事前的に打ち合わせがありましてですね、うん、そういったその乱入するぞっていうタイミングとかも全てですね、決まってるんだ、あの決まってるんですけど、やらせじゃないですか。いやでも町田にはやらせじゃない、演出です。町田には断られないです、演出です。それであの例えばあの山側の場合とか、あのそとか同じ地域の長野の場合で乱入の打ち合わせするんですけど、そういう打ち合わせする場合とかは、例えば山側の場合はそれ面白いねっていう風になったりとかしたら、先に乱入ありきでどうすれば安全な乱入になるかっていうことをちゃんと線引いてタイムスケジュールも切ってくれるんです。まるきりプロレスじゃないですか。それでその僕らがこう準備してると、あ、そろそろあの乱入のお時間なんでって動線を全部作ってくれるんですね。この乱入するところまでこう案内してくれるんですよ。あの辺のその先にやる乱入をやるぞっていう風に決めてやる山形と、長野の場合は乱入やりたいんですけどって言ったら、どういうことやるんですか、何やるんですか、ああいうことやらないでください、こういうことやらないでくださいっていう、あそこは行政が主導してるチーム、うん、だけどあそこはあのなんていうのかな、商工会とかいわゆるこの民間のそのやるぞっていう活力のやつらと行政で色が出るんですね、色が違うんですよね、乱入するのも。
でサポーターに話しとけば済む場合とそうじゃない場合と、あの球団にもあのチームから言っとかなきゃいけない場合といろいろあるんですけど、うん、そういった意味では山鹿のそのフレキシブルさというかその機動力っていうのは本当にね、他のいろいろ乱入した J2 の、 あの JFL のチームありますけど、あそこは特殊ですね。我々がその校庭駅をやあの募金したいんだけどっていう話をチームにサポーターに言ったら、あ、じゃあそれ球団に話しておきますって言ったら、うん、僕のイメージだとそのチケットもぎりの前ぐらいのところでこういうふうに僕がこう募金箱持ってそういうのやってもらえればいいかなぐらいに思ってたんですけど、そうじゃなくてその翌日には、あ、じゃあ球団のオフィシャルでやりますって言って入場したらすぐのところに募金箱をちゃんとオフィシャルで設定して、それをちゃんとチーム側に渡すセレモニーまで組んで、で球団にこういうことやるんですけどって話したら、うちの球団の専務が募金やるならやるって言えやがこの野郎って言って、慌てて専務があの東京経由で駆けつけたという事件だって、あの早いんですよ、そのやるぞっていうものに対するレスポンスが、あの親会社を持ってないチームのこのなんていうんですかね、僕たちがやるって言ったらそれで決定だっていう、あのこの意思決定それもすごい、そう意思決定 の、 あのスピードがね、うん、他の球団に比べて全然違う、 J2 とは思えない、 J2 とは思えない、あれはね、よそってほらどうしても J3 とかあの辺のチームって行政が引っ張ってるじゃないですか、そのディズニーランドを作るぐらいのイメージで、ああいう風なところだとやっぱこう何かやっていくっていうファンサービスであったりとかそういったものに対するすごくね硬質な感じするんですよね。乱入も動画とか上がってるんだ、長野と。ああそうですね、乱入動画面白いよ今度見てください、見ます、ロック相当乱入って言ったらダーっていっぱい出ますから、見た俺なかなか生で見てる、感動したよああそうね、生でね、生で僕も正直言うと、あ、僕の話でいいですか、どうぞどうぞ、正直言うともう乱入も疲れてるというか、もうあーって思うところもあるんですよ正直言っちゃった、正直、いいかなって思ってるところもあるんですよ、だけど相模原の時はツーさんが乱入やりましょうっていうあのと、それからあの相模原もぜひ来てくださ い、 い相模原乗り良かったですよね、もう被せてくると俺もその倍ぐらいの勢いでこう乱入していかなきゃいけないので、それはその相乗効果でこういいものが出て、で、あの我々の用語でいうマッチコミッショナーマッチがですね、JFL にあのお互いが乱入する光景が面白かったっていうのが普通に JFL に上がりましたからね、普通乱入しちゃダメでしょっていうあの言葉が上がるんじゃなくて、乱入して OK でしょっていう、あの乱入が美しかった、いいですね美しい乱入、J リーグでもどうですか美しい乱入、横浜対浦和の乱入美しかったねって、別に何にも打ち合わせなくても乱入とかありますから、ね、いやだからすごい打ち合わせ やりましょうよ、もう貸し向け何回乱入されたかいやいやいや結構俺横浜戦あんまなくてですね、分別するとガチな乱入とプロレス的乱入があるっていうことなんですけどね、みんなで、だからいいな、俺見に来たいな乱入だけ、だからマスタローとあのカーストールが、カーストールがてめえこの野郎いい親父かって、おめえも親父だろっていう、トラメが投げたけどてめえこの野郎かってか、ああいうのをやっておーっつってジジイが頑張ってるよっていうのをサポーターが温かく見守るっていう、どうですか、またやってんなみたいな、またやってんなみたいなそれをあの、まあ、それとはそのサンブリーグで常に、まあ、パフォーマー表現者としてパフォーマープロレス芸人としてやってるんですけど、プロレス芸人これは J1J2 ではどうでしょう、 J1J2 ではそういうことがあってもいいんじゃないか、もしくはそれは裏はやめた方がって書いてあるよ、せいさんはどう思いますか、ここは何 J リーグのそのサンブリーグではそれをやってるわけですが、 J1J2 だとリーグだともうルールでガチガチじゃない、いや大分と次やるように言っとくよ、いや大分は難しいなと思いますよ、もうユニフォームの色が違うだけで入れない乱入やれ、これね、こう関連する話題なんで、最近 J リーグのスタジアム内での表現の規制とかが結構、いやもう10年前だったらね、今だったら俺とねマスターいないよね、もうサッカー界に、ね、だってさ俺この前大分でなんだっけ、うん、
弾幕合戦またやってさ、あれずっとやってたの俺なんだけど、この前はね、あの いないんで俺やってたね、芸能の連中がやってたみたいだけど、大分遠すぎて出した時にすげえ批判浴びたから、そう山のように、あ当時そう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 、今は大分遠すぎ面白いとか言われて、ね、それだけどユニークだったらいいんだとかいうやつがいるんだけど、違う、まあ、もう当時めちゃめちゃボロカス言われて、マリーシア掲示板っていうところなんだけどマリーシア掲示板でボロカス叩かれて二度と忘れねえと思ってた、それが今手のひらを返したようにクルッと返して、楽しいね弾幕合戦みたいな、それあのマストローっていうの外れたからじゃないの、だいぶまたあいつがやってん、ま、それかあいつがやってんなら叩こうみたいな、確かにその匂いを感じるな感じる感じる、ネタは好きだけどマスタローさん嫌いみたいな感じる感じるね、だけど違うの、そうやって叩かれながら叩かれながら麦のように踏まれて踏まれてここまで育ったのは大分との弾幕合戦なわけですよ、本当にね、いやあれは素晴らしい、こういうのはデロリみたいなやつがすぐこうやってね、あの小遣い稼ぎの小遣い稼ぎのなんかネタサイトで取り上げて叩く人がいるから、こういうのは潰されちゃうんです、あれで頼むよデロリ、俺ね、あの大分と の弾幕合戦で面白かったのがマスター の前回の結婚式の時にあのあ、ま、前回ねマスターの手下みたいなのが目隠しして大分のまで飛行機で連れてくれてね、その大分サポにあのマスターの先生の結婚メッセージをもらってくるっていう、あの電波少年みたいな企画やってあれめちゃめちゃ面白かった、ね、面白いよ、でその時にその大分のサポーターがマスターにあの結婚のメッセージって書いたのが、あのマリノスの F いらなくねっていうのがすごいでかいの書いて、でそれが結婚式のところで広げられてマスターがすごい嫌な顔してた大分は次借金多すぎっていうのやっていいねー、いやそれだったらもう大分もおめえもだろっていうマスタロー、お前もなで、マスタロー結婚歴多すぎって出てるそれちょっとやばいよ変な人見てるの見たけど、次はぜひそれがいい、大分借金多すぎて、お前らもだろうそれは見たいなこういうのねやり続けていかないとダメですよ、ね、あのね僕もやっぱりあれでした、長野で2回松本で2回長野で2回やったんですけど、やっぱりね2回目の方が好評なんですよ1回目はすげえマッチに怒られたの、あの長野のは、あそうなの、そう長野はすげえマッチに怒られて、それであのごめんなさいを一応して一応あのネタでね、そのうわーって言ってきたのがあって、それが喧嘩してるように見えたっていう風に言われて、それでマッチが怒ってたんだけど、僕はじゃあその喧嘩をあえて演出しようぜって言って、わざと喧嘩する風して、それででも仲直りして乱入っていう風にまたそんなことやってる、そうそうで、そうね、もう一回話変わるけど、この乗ってれば見ればわかるんだけど、そのあの掛け合いを話つけてる人の迫真の演技で、俺たちえまた話取ってないのみたいなまたここでガチでやり合うのみたいな話になったりとか、そういうのがありましたので、あのその辺はやり続けていた方がいいと思いますよ、ね、まあでも大分が J ファンにいるかどうか怪しいですけどねまたかまたかすいません、その大分とねマリノスのその弾幕合戦続いてる一つのカルチャー文化になってますよね、それ J リーグの中ではそういう空気が作れてるっていうのは他にはありますか、はい、だからもう昔水戸ちゃんとかね頑張ってたみたいだけど、今どうなんだろうね、あんま聞かないね、だから弾幕に対するなんかもうね、ほんとね、バカもう PTA みたいなバカが多すぎる、多いね、本当にだってクラブに、クラブ怒ってんじゃないんだもん、クラブは怒り出すのは必ずあのメールとかで、こんなにこれ捨てるねこと書いてましてというのがあれでしょ、うちで川崎メルだってゲーグラを川崎で出しちゃうんですなんでえいや、なんか川崎嫌いだったやつがいてそしたらそれを山形横浜戦をスカパーで見てた川崎サポが怒り出して、それをチクったらそいつ出来になっちゃった、あいやそれはいいけど、メルダがダメ、しかも山形戦で出してるのダメ、どういうことなの、でこの前ちなみにそれでも意味やん、この前ちなみに2020ターキーっていう弾幕を合戦の時に出したら、それで出来になったやついましたからね、
あの2020ターキーは俺はすごく好きで、で2020はあれイスタンブールでしょっていう話でしょ。あ、別にターキーじゃないもんね。いや、まあまあトルコなんで、うん、まあまああれかなと。まあ今2020東京っていうのをね、ガスサポがずっと出し続けてる。そう、それに対抗したの。ああそうです。そう、だから別に怒るのは別にあれはイスタンブールじゃないじゃないかって怒るのはいいんだけど、まあ、ターキーって怒るのはどうなのって僕は思っちゃいますけどね。な、要は東京オリンピックなんかいらねえよっていう話っていう話、そういうのをちょっとね、ネタでやったわけで、別にね本当に来てほしくないわけじゃないんで。あれみんなマジで怒ってたね。マジで怒るんだ本当 ね、 ね、あのね、心は狭いバカ。この現象がこういうのが顕著にこの 4,5 年は結構強いんですよ。ひどいひどい。なんだと思いますかって。僕はね、ツイッターとかね、 SNS で、うん、そう、ただすごい条件反射のように起きるからだと思いますよ。俺もそう思う、うん。逆に言うとね、僕みたいなのは SNS を味方にして広げてるんですよ、どっちかっていうと。そういった意味でやっぱり大きい団体がやれることと小さい団体がやれるゲリラってやっぱちょっと違うのかなっていう感じはしますから。僕逆に言うとすごい、あのマリノスとか FC 東京にやってほしい、あのああいう分かりやすい方がいい。万人が最大公約数として面白いねって言えるようなことをやった方がいいと思う。ダメ？まあいいんじゃない。だけどね、面白いっていうかね、ちょっとその面白いのでも今ダメでしょ。面白いのはダメだから、大分突撃もダメだったんだし、俺だって次の試合で大分突撃出すなって言われてた、うん、だから大分突撃の党を取って点々、義の点々乗って大分好きって出してくだらないね、トンチを聞かせたりやったんで。今もっとひどいね。だってさ、昔さ、チャンピオンシップで浦和に行ったらさ、マリノスの待機列にさ、20メートルぐらいの横断幕でさ、生きて帰れるとは思うなよって弾幕が当てあった。要あれが許されてた時代っていうのはじゃあ何だったんだと。いやだって俺今一番ちょっと狂ってるなと思ったのが、清水と岩田のダービーで、岩田がゴトビーあれ出したじゃん、うん、あれで出禁食らったのが清水サポが圧倒的だったっていう、乗り込もうとして行ったところでもうその段階で出禁になったっ、ね、僕なんか考えられないよ、ね、だって散々ダービーだダービーだって盛り上がりましょうみたいなこと言ってて、でサポ相手にチームバカにされる弾幕出しても座って見てろって言うんだよ。チームそんだったらもうテレビで見ててもいいよ。なんかね、あの僕の応援の理念でね、応援ってアートだと思ってるわけ。そうですね、これはアートだと思ってるわけ、うん、だからアートだからもうあんまりね、この細かいことでね、こう規制を開けてたらね、かけてたら僕はもうアートって成立しないのかなっていうふうには僕は思っているんですよ。だからあの昔柏が一世を風靡したブリーフ隊でやってたりとか、ね、なんかこうなんつうかな、こう自分たちで盛り上げようっていう、結局サッカー自身がこうちょっと低調なわけじゃない、決してあの盛況なわけじゃないじゃない。その中でサポーターたちがどうか盛り上げていこうっていうふうにアイデアをこう出していく中で、やっぱりこう言論狩りみたいなね、表現狩りみたいなのがね、僕はこう横行してるような気はしますけどね。だけどあれね、表現狩りしてるのクラブじゃないよ。あの結局クラブも文句言われてるからしょうがないからやってるだけで、うん、そうそうそう。だからそれは、だからその僕よく言うんだけど、そのサッカーを見に行くのに、うん、こうすごく、あ、単に楽しいからとか好きだからとかって言ってるアホタンがいるじゃないですか、うん、J リーグってもうそういうもうことが言えないのかなっていうふうには僕は思っていて、もうちゃんと理解した上でもう見てこないと、今プロレスファンが見に来てるっていうのは単に楽しいからとか好きだからとかっていうのを見に来てなくて、プロレスをどうにか盛り上げていこうぜっていうなんかこう理念があって、いや俺だって別に楽しくて大日本プロレス行ってるわけじゃないから、そうそうそう、もう行かないと客いねえからね。そうそうそう、だから結局はインディーズのスポーツなんですよ。もう正直言うとこんな数字見れば分かるように、インディーズなんですよ。あんなプロ野球に比べたらもう吹いて飛ぶような興行ですよね。自分で楽しくしろって話ですよ。そうそうそう、だからホームだけでさ18試合さ、あんな同じようなの見てらんないよね、 J リーグ。しかもクソ試合ですよ大体は。
大体が大体が大体がクソ試合ですよ。ちょっと頭おかしくならないと J リーグなんか見てられないよ。見てられない。いや本当本当本当よくね。最近この時間今ね名言が増加してる。いい話だよ。そこを勘違いしてんだ J リーグは本当に。こんなつまんねえもん見てるわけねえだろって。第一部のお題にも出ました。要するに2010年度決算っていうあの数字に出てるその。あの本質は何だっていうところはちょっとそうだからね、よくその単にね試合を楽しみたいだけとか好きな応援をしたいだけとかって言ってるけど、三位一体をね言い始めちゃった瞬間にサポーターはビラ巻きもしなきゃいけないしね、あの巨人ファンがやりますか水道橋の駅の前でビラ巻き、次は広島戦ですなんてやらないでしょ。結局ねそれをやらなくても成立するんですよプロ野球っていうのは。だけどもうそうしないとあの今のにサッカーはもう成立しないから、こうライトに見に来るその来やすい気持ちで、ね、もう来ちゃダメ無理よ。だからそれでライトに見てくるようなやつがこんな2002ターキーとか言ってキャッキャキャッキャ怒っちゃったりとかするわけですよ。あんなの面白いなって見りゃすることだと思うんですけどね。それ今想像してるのは特に親会社の持たない、ね、クラブこそもう今のようなことをやるべきだって話でしょ。でセンサーの場合は大きな親会社があったんですよ。あ今でもあるんですけどでもやってるっていうのはちょっとその変わってるというか思いません？そこはそうね、それはそこにこう、まあ、川崎のがきっかけだったと思います。だから分かりやすくするためにさ、やっぱり企業名解禁しようよ。日産FCにしたらどうですか。したらだいぶ気が楽じゃないですか。気が楽まあね、ね、トヨタグランパス、トヨタ名古屋グランパスにすればいいじゃないですか。それはありますよね。で、トヨタしたらトヨタとトヨタスタジアムでやれますもんね。あれ企業名つけてるのってどこでしたっけ、クラブ海外ですよね。ないあの PS ドイツは違う、バイエルン、うん、PS ドイツ、あとレバークーゼン、レバーグーゼン、あれはどういう理屈でつけてるんですか。特例みたいな、特にないよ。もともと成り立ちがバイエルン市がもうあそこ製薬会社のお膝元ですから、ああ城下町みたいな感じになってる。でもそのまま市の名前が会社の名前になってる。じゃあ別に市の名前つけてるっていう建前でもある、まあ、建前で、でも多分企業名ダメとかないんだと思う。ここについてるのはあのバッファリン、バイヤー製薬の薬が書いてありますから、別にここにトヨタの、あ今年はあビッツが乗ってるなっていうんでもいいんじゃないですか、ね、あ今年はカムリかみたいな。だって実際さね、神戸なんてさ三木谷の意向でね色まで変えちゃっててさ、企業チームとかつけるのひどいねえだろ。今年は日産スカイラインで行くかっていう。いいんじゃないですかね。一時エルグランドってずっとでしたよね。もう本当ね、だけど僕は日産と一緒にやってる限りはもう限界じゃないかな。助けてもらっといて言うのはなんだけど、まあそれ今葛藤してるんですけど、だけどモハマトラの会やめたんで、代表やめたんでちょっと言っちゃおうかなと思って。そもそも車売れないんで、もう日本国内。さっきの少子化の話もそうですけど。でさらにそう労働者も車工場もこれだけ減ってるわけですよ。で今インドに工場出すって先週ぐらい日産の話出てきましたけど、どんどん空洞化してって、車売れるのはむしろ中国も日産、ちなみに中国で、トヨタよりも上なんじゃない話や。そうで、次はインドネシア行こうとか、次はインド行こうとか、その次はアフリカですよ。アフリカものすごい人口伸長するんで、そうすると国内で宣伝費使ってもしょうがないんですよね。そう車会社からすると。だから俺もうなんかね、長期的にはこれ無限かなみたいな。だから次の増資でなんか入ってくんじゃないかなっていうのを実はちょっとね、期待っていうかなんかね、怖いもの見たさで。ちょっとそこであの深掘り質問1個したいんですけど、はい、じゃあなぜカエツさんは今何を託されて横浜 F ・マリノスの社長をやってるんですか。これはなぜかというと、これはあの東洋経済、横浜の社長ね、今の社長、これはあの東洋経済をで乗ったやつですけど、これの元になってるのは生産が言っちゃいました今。元になってる、これの元になってるのは生産がサッカー企業でも実際インタビューしてるんですよ。だから生産が一番詳しいんですよね。なぜじゃあ、今長期的にはもう日産に支えられるクラブから転換しなきゃいけないんじゃないかっていうのは、まあ、生産が呼びで言う。カエツさんは何を
ね、大体これみんな親会社があるクラブチームそうなんですけど、大体総務人事部長とか総務系の人がボーンと甘く下ってきて、クラブの社長になるのはよくあるパターンですよね、いろんなところで。一丁上がりの人たちですよ、いわば。あのちょっと悪い言い方すると大企業で出世企業出世コース外れてもう上がりの人たちが来るのがクラブの社長です。裏はなんか研究だよね。そうそうそう。鹿島で言えば鈴木さん、鈴木さんね。そう。で、今来てるの土下座の達人だったって話だね。え？裏はの社長。で、そういう路線から海津さん違うんですよ。違いますね。お前明らかに違う。海津さんも単純にサッカー好きなんじゃない？でもそれは、まあ、それは興味あって聞いたんじゃないんですよ。何をそれだけど本当のこと言わないでしょ。まあいろいろ本人は言いますけど、サッカー実は好きだったんだよねみたいな、前からやりたかったから立候補してたの、俺そんなの絶対信用しないから、サラリーマンに言ってることなんか絶対あるんじゃない。だから私は生さんが感じた本音の部分がぜひここで聞きたい。いやだから本音っていうか、俺は高値で売り抜けようとしてるんじゃないかなっていうのと、売り抜けるじゃなくて少なくとも 49% までは売ってもいいはずなんで、それをどれぐらいの金額で売れるか、それが海津さんの使命、多分自分でそれを目標にしてたんじゃないかと。それを今回やるような気がしてならない。じゃあ 100% なんですか、ね、96%。 うわそんな持ってんだ。まあ、51まではいいと。だから51まで、だから47%だよね、51だよね。うん、それを今回俺やるような気がします、うん、だからあえてこうやって情報開示でこれだけ6-5億だなんだってどんどん出して、こういうメディアに出て今こういう改革中だっていうことを言ってるのかなみたいな感じ。そうですね。まあこれね、あんまり多分ね、マリノスのフロントの人聞いてないと思うんで言うと、やっぱりね、日産ってね、すごいでかい会社だから、健忘術数もすごいし、内紛とかね、勃発してたり、もう差し合い刺され合いみたいなの一発やってるし、メディア対策とかもすごいだから慎重だしね、ちゃんと考えてやってるし、後先考えながらやってるし、まあだから本当のことは言ってないと思う。まあ、すでにこ う, こういうのも含めてですけど、すべて用意周これだから木崎って人は、またこれ、カエツさんの言ってること、そのまんま丸写しで書いてんだけど、こんなの本当じゃないに決まってるから、それの裏取らないと、全然、ね、ジャーナリストじゃないか、まあジャーナリストじゃないのかもしれない。そう、まあ、木崎さんジャーナリストじゃないからね。でも、あの目利きが早い人ですよ。っていう風に僕書いてもらっててなんですけど、長谷部のゴーストライターだもんね。まあまあこれ言っていいのかどうかわからないですけど、ね、言っていいのかどうかわからない。そうなんだ。何だっけ、あの長谷部は寄付してるけど、あの人は寄付してないっていう。あとおっと俺はね、あのちょっと待って、俺はあんまり敵にも果てないんだけど。ただね、あのいやでも完璧にあれはそう。でもね、あの人心を整える。あの人ね、すごい人、すごい人は、すごいのはこう、なんていうか、目にこう、流行るなとか、こう、いけるなっていうところに行くのは、あそこはすごい。だってなんか聞いたら、なんだっけ、木崎さんメルマガだけが、このライターのメルマガとちょっと他のサッカーライターの中とメルマガが違うぐらいこう金が動いてたらしくて、うんうんうん、なんか思いついたからロシアの、ね、まあ、今度あのホンダの練習に見に来た。木崎さんとやりましょう。木崎さんでいないんで本当に寄付した感じは。うちの宮さんがね、あの言ってたんだけど、あのうちの宮さんが、いや前からそう、あのちょうどほらお会いした時、はいはい、あすいません、あの時僕寝ちゃって。と宇都宮さん、宇都宮さんと、この人すごいひどいね。宇都宮さんと俺が取材してるとこずっとガンネ。俺ずっと寝てる。ぐーぐー寝てる。で、あのパッと気づいたら終わってたんだよ。宇都宮さんがね、あの言ってたのは、いや僕のことを前から書こうと思ってたんだけど、まさか木崎さんに先にやられるとは思わなかったんですね。そうね。で木崎さんはもともとあのほらね、あのホンダとか。乾とか、そうそうそう、あのそういう金のなるところに書く人であって、そうそう、金子塾、こんな金にならない人間を書くとは思わなかったっていうふうに言ってて、あやっぱり見てんだなっていうのはすごいって言ってた。整えられました。今なんか宇都宮さん見てるらしいです。あ、マジで見てる見てる。やばいマジっすか。じゃあ今までのなかったこと。宇都宮さん、あれ東アジア選手権行ったんじゃないの。もう行ってないよ。まだ視聴中って書いてた。いつだと思ってんの、東アジア選手権。え、いつなの。いや、もう本当に知らねえな。内容のこと知らないもん。いやでも僕みたいなインディーズのですね、こんな人間がですね、
宇都宮さんとか木崎さんとかね、あの書いてきたこのシーズン2013年ちょっとおかしいですよ。やっぱおかしいんですよ、やっぱ J リーグが行き止まってる。行き止まってる。だから J リーグがおかしくなければ、まあ、まず自分の中で自分のことはされないはずだから、そう、僕は10年前からおかしいぞって言ってることがようやくようやくあのやってこうキラキラになってきたのは多分他が腐ってきたんだと思いますよ。おかしいですよ J リーグ、これをなんとかせねばならんと。ちょっとせいさんにまず下げてみます。 J3 始まるんで東京は J3 に対してはこうだっていう論があるんですけど、ちょっとせいさん J3 とか、すいません、 J リーグと JFL 今度じゃ何が違うようになるんだ。 J それしょうがないです。そこなんですよ。そこをね、あのいやだから、まあ、観客基準とかあるわけじゃないです。それ以外って何かあるんですか。JFL はもう上がらない、上に上がらないところだよね。いやそんなことないですよ。意思がないところ、多分 JFL から例えば J3 に上がりたいという意識があったときに、うん、J3 に枠があればそれは受け入れる。そうそう、ショックだったのは YSCC が、これは今 J3 候補19クラブが、うん、YSCC が準加盟したんだよね、はい、びっくりしちゃった。 YSCC のファンの人なんか見てなかった。サポーターの人そう思ってるのかっていう、そう、 YSCC はね準加盟したらびっくりした。だって、まあ、これ皆さん知らないと思うんですけど、 YSCC っていうのは出たてはあれは横浜トライスターで、中区スポーツ少年団から始まってたアマチュアのサッカークラブが全日空が出資するようになって、いわば準セミプロになったわけですね。あの当時のあれになったんですけど、それに不満がある人たちが YSCC を作ったんですよ。俺たちはノンプロでやると、アマチュアリズムでやるっていうのが作ったのは YSCC で、僕らはそういう意味で温かい目で見守ってたわけですよね。そしたら、そう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 、おい準加盟かよお前。そうなんですよね。おいおい聞いてないよみたいな。神奈川に何クラブできることなの。もうね、これ以上やめてよっていう話ですよね。多すぎだよね神奈川。これはね、別にあの地域がねすごく盛んであれば別にいくらでもいいんですよ。宮崎みたいなクソい中に何チームあるのって話は別なんですよ。ただ YS の理念からすると。そこじゃねえんじゃねえかなっていうのは僕も正直思いましたね。ただ逆に言うとそこに行かないとクラブが成り立たないんだと思いますよ。やっぱもうねこれだけでもね、もう横浜線沿線に3チームよこれ。相模原は SCC ゼルビアでしょ。相模原にゼルビア、もういいよ。神奈川ダービーだけでなんかできそうだよ、神奈川リーグができそう。じゃあ分かった、もうここで打ち止めにしようね、もうこの後。に俺はあのまだね、横浜タケルとかっていうチームがいる。これもう俺はいつもあの日本のパレスチナって呼んでるんですよね。この辺はね、聖地三沢ですか、イエラサイムですね。だってそうそうそう、川崎、横浜マリノス、FC、それからゼルビア、相模原。え、ゼルビア神奈川じゃなかったっけ。ああ、神奈川みたいなもんだよ。この前ですね、あ、見てないかもしれませんけど、 MXTV でですね、都議会選をやってた時にですね、町田の開票速報にこう一つ一つあるんですよ。例えば江戸川だったら小松菜発祥の地とか書いてあるんですけど、あの町田市の時に神奈川県ではありませんって書いてある。さすがだな。だけどあの町田のサポートは、とはいつかね、あの神奈川ダービーをやろうよっていう話をしてるんですけどね。いやーそうか、 YSCC も入ってきちゃって大変ですね。今は J3 の何がいまいちつかみきれないっていう、なんか相当に聞きたいことありますけど、 JFL ってどっちがいいんですか。いやじゃあなんか、サポーターとして JFL になるのと、あ、JFL と J3 ってどう違うのかなって。あんま態度は変わらないでしょ。だけど J3 になるわけですから、やっぱり大きいのは JFL だとあの J リーグからの分配金っていうものもないし、あとはやっぱり JFL、 J リーグというブランドがないと、いわゆるアマチュアというところだとやっぱり集客がねえっていうところがやっぱ大きいんじゃないですかね、うん、まあ、あとサポーターが夢見れるとその夢っちゅうもが今そころんだ。それがね、まあ、それがね、この人に言っちゃダメだ今 NG だから。そこでなんかね、反論が来てくれるっていうところは僕はそれだとあの古代妄想ですからね。何夢
夢、いや夢に上がれる、サポーターの 夢、だってそこはなんかやっぱり J リーグに繋がってないと夢にならないんでしょ。まあその発想がね、勝たないと客が来ないとかになっちゃうから、また J リーグが悪い、そうじゃねえなって上北の人たちいや現実問題としてそのチームの成り立ちとか、ね、そうじゃ幻想なんじゃねえの J リーグって言ってたじゃないですか、参加するうんうん、あれ、え、え、今聞いてなかった、要は J リーグ、まあ、どこも厳しいわけでプレミアムなとこは必要だけど、基本的になんか夢があってどうのこうのっていうね、そういうのは幻想なんじゃないかって第一におっしゃってたじゃないですか。いや、それはトップチームだけね、一番上だけはやっぱりあの世界で戦うとかそういう話になったら、ファイナンシャルとかそういうのは関係ない、財務っていうのはもっとダイナミックにやらなきゃなんないからっていう話だけど、日本のサッカー文化とかそういうのを考えると、俺やっぱ相当の言ってることは正しいと思う、完全に正しい。つまり2部3部も J リーグになるわけです。 J リーグの2部、 J リーグの3部、2部3部にはそのトップにはもうそういけるような体力がほぼない状態でクラブになってるんだわけです。だけどそれでいいんじゃないのって感じで、だってね、イギリス人とかね、友達何人もいるけど、4部リーグのチームとか平気で応援してるからね、みんな。だからイングランドとかは大体応援するチームが2つあって、うん、そうプレミアの好きなチームとまた別に地元のチームがあって、それが土曜と日曜で、その土曜はアーセナル行くけど、日曜は自分の地元の4部とか応援に行くっていうスタイルが結構、まあ、普通っちゃ、まあ、そうなってくれていいけどね、なかなかそこまでかもしれないだけど、それだから日曜日は YS 見て、土曜日はマリノス見りゃいいんでしょ。YS とマリノスってね、階級的に言うとそんなに遠くないから。階級が遠くない、ね。もうちょっと下の方で。ああ、そう、はい、そうなの。でも階級からするとえれえ遠いような気がする。僕 YS の時にこの前三沢に行って、三沢って僕アントラの時はあのゴール裏だったじゃないですか。それこそ吉勝にケツ向けてケツ向けなって言えるぐらいのところだった。でメインスタンドに初めて入ったんですけど、あ、メインスタンドって意外にいいですね、三沢 のメインスタンドは広いですね。そもそも三沢自体素晴らしいですからね。ね、うん、あのスタジアムが、まあ、どうしてマリノス使えないんですか、ね、いや、使ってますよ。いや、使ってるけど、まあ、ただね、あそこ結局2万人入んないわけでしょ。そういう考えると J リーグの基準ですよ。基準というか、もう収益的にあそこだけ使ったらダメですよね。粗利益はあっちの方がいいと思うんですよ、多分。あのスタジアム借りるお金はあっちの方が全然低いと思うんで。まあただね、平均観客動員3万人目指そうとか言ってますから、そしたら話が違っちゃう。3万でも広告だと半分ぐらいですか。半分以下。3万ぐらいのところをあそこのなんか2階とか爆破してるのに作りましたね。俺は何年か前、横国は姉派物件であるのを祈ってたんだけど違うかった。そう、姉派物件じゃなかった、残念だった。残念ですね。あれ、姉派物件だったら、そう、あ、もう残念だな、残念だ、これ使えないよ。ヒューザーって書いてあるから、ヒューザースタッフ。その姉派めっちゃ超面白いんですけど、超面白いんですけど変えていい、元に戻していいですか。あの日本の3部リーグもプロ化になったわ、これからね。 でも今の現実3部リーグって1000人来てるか来てないかの観客がで、これでまず大丈夫かというのが1点目の質問なんですけど、もう1個、要はハマトラの話にもつながるんですけど、マリノスのサポーターだって1万人、2万人、3万人を目指そうって言って、数百人単位で活動してるけど、じゃあ、3部や2部のサポーターってほぼそういう風に、なんか危機感持ってやってるかって、そういう風潮にもなってないんですか。ただ、おかみの方っていうか、ジェリーの方はもう3部作ってるぞって。いや、もっと本当ジェリーグ。そこはどう思うかっていうのが、まあ、まあ実際問題、あの実際客は少ないんですよ、まだ。その多分三 J3 になったとしても、それはあの J2 から落ちてきた一部の人気チームみたいなのがあれば、多少はそのカードはちょっとはあるかもしれないけど、ね、そう。まあゼルビアが仮にごめん、本当にごめん、仮に J3 に落ちてきたとしても。そんな伸びないよね。ゼルビアが来たから見に行こうとならないよね。ゼルビアが来たから
そういうことベルディが落ちてきても多分ならないベルディが落ちてきてラモス監督になってあなってで柱谷ヘッドコーチでっていう特効薬はないって話ないないないだから結局さ結局自分とこのチームが相手がどうのこうのっていうことに左右されないでやっぱりこう愛していける力がないとたとえその人があの百姓であろうが床屋であろうがプロ選手元日本代表であろうがってそういったところで吸着していくっていう時代をやっぱりある程度やっぱりその乗り越えていかないとそういうところが成立しないと思うんですけどね僕はもう J3 なんてだからお客さんが欲しいからアンダー 22? アンダー22をあのピエロのように使うわけでしょ僕はもう別にもう J リーグさんいいんじゃないですかもういろいろやってくださいよっていう感じですけどねこっちはこっちで楽しみますこっちはこっちで楽しみますいいものまでですでもそれだけ必死にしないと J リーグやべえっていう危機感はあるんだと思いますうんいやだと思うそれがさっき言ったね危機感があるからそういう危機感だと思うしてもなんかちょっと凡人感がいるどうしてもね言えないですよね逆に言うともうちょっと下部リーグのサッカーの打ち出し方いわゆるそのトップに上がる魅力以外のものをもう J リーグ自体がしっかり教えていく本当だったらあの僕はサポーターがそこを感じ取ってやっていかなきゃいけないと思うけど多分田舎のサポーターじゃそれできない今、うん、あの俺みたいな変態は別だけどあの田舎のじゃあ鹿児島がじゃあ来年やりますよって言ったらさあ上がろうぜってまた始まるんだからそうですね、うん、上がったっていいことないのよ、ね、そうそういうこと今の大分見てみろって感じそうそうなのよなんでねあそこあんなに今のヴェルディ見てみろ今のあのどこ見てみろってうまくいってるチームなんかありゃしないのになんであそこで夢を見るかね隣ん家にさ家ができてさあの家立派だねでもねお父さん毎日朝から晩まであの過労死寸前で働いてんのよっていやまさにそうだよ ね住宅ばっかりなんですよでもうちも大きい家欲しいねお父さんって言うんですよあ分かんないですね僕だって柏も G1 で弱かった頃さ J2 の方が楽しかったとか言ってたもんねあね過労死寸前でねしかも倒産してるところも行くってことああもうどうしようっていう、ね、それで倒産しちゃったからすいませんあのご飯巡ってくださいって言ってあの宅発してるような大分さんとかがいるわけですよあれ見ててよっしゃってうちもいやだからやっぱりご飯巡ってまで言われて地方がそれだけのもう地方全体が行き詰まっててもう J リーグに夢見るしかないっていうっていう風に思ってるのはもう逆に言うと刷り込みですよねいや刷り込みです刷り込みメディアの刷り込みですよメディアの刷り込みあの今日ギャラリーねこのカメラの裏側にいるのはほぼですねそっち側のサポーターが多いんですけどなんかその変えたいことがあるかというか、まあ、そっち側の日産自動車に支えてる F マリノスが今こういう状況で浜太郎を作りこういうことをやってるっていうような人がせっかくいるんでねなんかこうなんか役に立つことはその君たちはっていう話があればいいなと浜虎のコンセプトは、うん、マリノスじゃない方がもっとしっくりくると思うな、うん、もっとスポンサーがしっかりしてないチームの方が行くと思うマリノスは浜虎はむしろ日産ってすごい大きな、ね、親会社がいるので苦戦している部分があるんで、うん、彼らは彼らのプライドがあるし予算もあるから、うん、そんなに、ね、うまく何もこともクラブとうまくいってるとは限らないこういう人たちはほとんど2部、3部、4部、5部、7部それもすげえ話だな1部の人いるあ、1部1人あ、1部あ、もう電話さま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 関東関東1部とかそういう関東1部とかっていうあ、そういう意味じゃないこれ1部違いだ1部違い何1部って関東1部の世界なんだよ2部の1とか出てくるの J1、J2、J3、JFL、4部、5部ってあって一部さ、関東一部かここに一人だけいるんでここにいるのはほぼ2部、3部、4部、5部、6部、7部なんですけどそういう一部の方がアマチュア的なコンセプトは合うんじゃないかっていうのが生産の、うん、おすすめポイントですおすすめポイントだねだからどんどんパクってやってみればいいじゃないかっていうでもね、生産ね、地方はねそういう、そのなんていうのかなそういうことをやろうっていう人たちの生産中大ででしょそういうね、あの人材がね、いないんですよ
バカばっかり。本当ですよ。これね、なんとも言えないもん。こういうね、切れる人間がこう何かやっていくっていう。で、宮崎でサッカーで例えばやりましょうって言ったら、サッカーバカがやるんですよ。なるほどね、サッカーバカがプロ、ね、強いチームがあれば僕の夢が体現できると思ってやるんですけど、朝鮮豊昇とか2勝卒業してバカがそんなチーム立ち上げたってなるわけがないんですよ。そんなの朝鮮よくてもあの宮崎産業経営大学とかそのレベルでそんなやつらがねサッカーチームなんか経営できないんです。すごい話になってきましたね。そもそもサッカー人はマネタイズが減ったそうですよね。そうやり方が分かんないんで、だいたいどんぐりですからね。あれはね、逆に言うとね、人材がいないんですよ。で、例えば僕みたいなのがね、まあ僕のことで申し訳ないけど、ホンダロックのサポーターっていういわゆる名もなき実業団 をサポートしてるわけですよ。それで全国発信で多少なりともこう出ていけば、地元のメディアとかが、あ、面白い人がいるんだな、でホンダロックさん西にね、例えば宮崎日日新聞っていうローカルの新聞があるんですけど、あそこの宮崎日日新聞はあのホンダロックの扱いはカラーです。J リーグは白黒ですよ。そうなんだ。それぐらいメディアの、だからいいじゃないですか。ホンダロック、大串、ハットトリックって言って、あの熊本教員団との戦いがそれいつのカラーですか。九州リーグの九リーグのカラーですよ。でそこに地味にあのジュビロ高原ワンゴールってこう白黒で書かれるぐらいの理想的じゃないですか。 その変調なんですよ。いいじゃないですか。そう いいんですよ。でもそこの効果だけど、アビスパは白黒っすよ。ホークスがあるからでも、それはホークス。ホークスでしょ、ホークスってすごく西日本スポーツっていうところが偏重報道するんですけど、ね、あの昔僕九州住んでたから大英ホークスじゃないですか。そうすると西日本スポーツって大英猛打爆発って書いてあるんだけど、13対9で負けてるんですよ。すごい偏重西日本スポーツ。いや、秋山スリーランって書いてあるけど負けてるだろっていう。それ9点も取れば猛打爆発。猛打爆発でも負けたんです。でも負けた。そういう偏重主義をするそのまあ九州って文化なんですよ。いいんですよ。いいんだけど、結局宮崎に例えば俺みたいな人材がいたとしてね、あのじゃあホンダロックさん面白いそうだから、そのサポーターをちょっと取材してくださいとかっていう話があっても良さそうなのに、それを感づくのは読売新聞だったりとか西日本新聞なんです。取材申し込まれるのはね、ホンダロックではない、あの宮崎のチームじゃない。だから宮崎のメディアって非常に偏重主義なんだけど、頭がねこうしか向いてない。こういうワイドさがないのね。だからサッカーをやる人材においても、そういうこの強さみたいな事務的な部分もあるし、グローバル的なそのいわゆるね日本の人口同系からねその割り出して、こういうサッカーチームがいいんじゃないかなっていう人材なんかね、鼻くそいれませんよ。百姓とクズばっかり。それどう反応コメントできないんですよ。そうだよね、百姓じゃ無理だよね。今の相当の説明聞いたらね、ステイさんの一言多分そうですね。確かに本当コメントできないよ。ああ鼻くそですね。逆に言うと地方ってそれだけで人材が枯渇してるんですよ。うん、だからあのアビスパみたいな大都市においてもあんなクソ経営しかできないんですよ。だからあの岡山のね、これあの通常モードです。普段からこんなこと言ってました。岡山のあのがうまくこれ言ってるっていう、これ数字で見ればわかるんだけど、岡山の監督で木村社長って監督は東大でゴールドマンサックス、ゴールドマンサックスから来てるから、あの人とかはこうやっぱりこう上がった時に、あ1年上がったのが早かったな、もう本当はちょっと鳥取さんに本当は先に行ってほしくてっていうことを言えるぐらいのその経営が見れるんですけど、あの九州のあの某ビファーレン長崎っていうところの社長は5年後に J1 に行きたいって言ったんですよ。とあの上がった瞬間に。そんぐらいね見識がないんですよ。すぐ1上がっちゃいそう。5年の前は今 J2 3位だよ。上がるかもしれないですよ。だ上がったその先がないです。結局維新の時もそうなんですけど、結局日本をその倒幕した後のビジョンなんてのは持ってないんですよ。なるほどね。
そうそうそう、維新を起こした後の理論の客増えるし、勝てばもっといくんじゃねえのぐらいな感じで、あの結局江戸幕府倒せばいけんじゃねえのって言ってても、結局はあのね、あの革命を成し終えた後に余っちゃった侍たちいらなくなっちゃって、結局西南戦争で潰されちゃうわけじゃないですか。まあ、だってね、札幌が一時なんかね、J2 の夢で地方クラブの実現とかいうね、あの低たらくですからね。そう。札幌ぐらいでかくてもああだから、やっぱ厳しいですよね。確かロックス東京が言うとおり。厳しいですよ。ちょっと早めに J2 とかでね、逆に言うとね、あの人間の人的交流的な部分は、まああの選手もそうですけど、優秀なね地方球団の GM とか連れてきた方がいいですよ。いや、まあ、J3 なんか先に、ね、あそこの GM はドイツから来たらしいとかね。いやちょっと一筋縄じゃいかないよとか、イングランドの4部で見事、6部から4部に上げた人みたいだよっていうような人とかがね、確かに日本だとGM とかをあんま評価しないですよね。そうそう、この GM が来たからとか、あの GM とかで、そうそうそう、アイリーグとかなんかね、GM だけで何億とか、ね、あれね、人材 の, あの外資撤廃みたいなことですね。もうね、あの記憶もさんぐらいな、あんなロートルが来るぐらいですからね、GM といえば。元日本代表監督ですよ。あのちょっとタイムライン上で、スエさん、ユージーさん、総統に向けて質問したい人っていうか、ちょっと呼びかけはちょっとしてるんです、はい、で、あとはここに今いる人で、ぜひこれ聞きたいんだけどっていうのは今、ちょっと呼びかけなんか、そんなの伸びてて、あなたの答えにしたい、ここどうぞ、はい、スエさんに聞きたかったんですけど、はい、あのまあ、マニノクの、まあ、そのいろんな活動されてるのって聞いて、マニノクのクラブだけに着目したら、もう長いこと日韓が大問題になってて、あの僕ら J2 だったら、もうそんなでかい企業が長いことで面倒見てくれるクラブだから、もう人であり羨ましいなっていう。僕らっていつも、いつスポンサーが、胸スポンサーがなくなるか分かんないような、胸スポンサー人だけに関してあの、もう、ね、ぐるぐる回ってるベルギーやったら、なんか、こう、他のクラブに行くだったり、どこだったりして、言ってるのに、あ、今年はスポンサーがついてよかったねとか、毎年言ってるのに、で、いつか大きい会社が長年ついてくれたらいいねとか言ってる。いいんですけど、実際とマニオクとかの今出た話を見たら、すごく母体が固定してもダメなのかなっていう不安がちょっと出てきたんですね。それについてはどうか。母体が固定っていうか、まあ固定できる会社だったらいいんじゃないですか。だけどやっぱり、まあそれは国家も生物も何でもそうですけど、永続し続ける永遠に生き残れるものってないですから。行きたいってね、ちょっと前までね、ダイエー潰れたりとか、ダイエーじゃねえや、あダイエーか、ダイエーが潰れるなんて僕らが若い時誰が思いました、誰も思ってますよね。そう、僕あのちょっとダイエーが潰れる時に、うん、あのダイエー系で勤めてたんですけど、やっぱ潰れると思ってなくて、あれ民事再生食らうなんてこれっぽくも思ってなかったですよ。いやだからまあこうやって日産自動車もトヨタ自動車もそんなに別に永続する企業じゃないんで、企業と一緒にやってる限りは永遠っていうのはないですよね、うん、日産もね大変だし、円高がこんなに進まなければまだ良かったかもしれないんだけどね。ただね、一つ言えるのは、例えば毎年毎年胸スポンサーが変わるとかあるじゃないですか。でも例えば新潟っていうチームがあると、新潟は J リーグに上がった時から亀田製菓が10年胸スポンサーを契約したんです、うんうん、そうすると逆に言うと高卒で18のやつを取って3年後っていうところが見れるのね。だから毎年毎年サガン鳥栖みたいな、ここ毎年毎年ね決まんない、ギリギリまで決まんないっていうと、やっぱり18のやつを3年かけて使えるようにするよっていうプランがね、やっぱり立てづらくなるから、そういった意味においてはやっぱり別にそのバックにどうのこうのっていうか、長い目で見てくれるようなスポンサーってやっぱり必要かなっていうふうには思うよね、うん、みんな単年契約ばっかり。そう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 、そんなね、あの単年契約のスポンサーはね、ぶっちゃけいらないです。あのこの場所になっちゃう。いらないです。あ、いや欲しいです。いやいやいや、だからもしつかなければつかないカテゴリーでやればいいんですよ。ああ、どんな竹にあったところでやるはめだね。
と思う。九州リーグに行けと。九州リーグだったら王者だよ。もう。おまさに名手じゃん。名手って言ってるんだから旧リーグでやった方がいい。まさに九州だ。なんで2回し落ちてんの。これいいことだね。2,3,000円チケット代出させなんだ同額を飲食やグッズに落としてもらう方が良い効果を生む気がするって言うけどこれは間違いだね。飲食とかグッズとかってクラブに落ちるロイヤリティって 10% 以下ですよ。チケット代は少なくとも 6,7 割ぐらいはあらりで入るはずだからクラブに。これはチケットの方が全然あらりで高いですね。 J リーグのグッズのひどさに話になるとまた大変だけど グッズをもっと売れるやつにしろっていう意見はあると思いますね。ありがとうございます。 J リーグのオフィシャルグッズダサいですよね。クソダサいですね。でもあのカタログの中から選ばなきゃいけないからね。もうクラブ俺は一回あれ見本市行ったんですよ。あ、マジですか。ひどかったなあれ。テンプレばっかですからね、あんたも。昔さ、カテゴリー1ってさ、あ、ありましたね。あったじゃない。僕22、23の頃、買いまくったもんね、カテゴリー1で。未だにあるけど、もう出しても着る気しないもんね、今。あの、カテゴリー1のやつね。シャツとかね。もう一周回ってかっこいいかなと思うけどね。多分山本関西とかに預けたら結構いい具合にアバンギャルド、アバンギャルドにしてくれますよ。ちょっとこれ答えてあげて。 J リーグのチケットが高いっていうのは俺も思っているし、これちょっととある人がずっと J リーグチケットは高すぎる論者で、理由は、例えばマリノスのチケットって2500円なんですね。一番安い2500円だったかな。俺電池系なんでちょっと定価わからない。確か2500円ですね。まあ、あの前売り会はもうちょっと安いですしっていうのはあるんですけど、まあとりあえず当日行ったら2500円。ちょっと待ってください。2500円でシネコン行ったら1500円、1300円ぐらいですよ。うまく割引使ったら1300円でこんなふかふかのシートで、あったかい環境でね、空調きれいで、しかも今やエアなんか空気清浄機とか入ってるんですよ。それででっかいスクリーンで素晴らしいね、世界に冠たるなんか CG とかのねエンターテインメントを見れるわけですよ。それで2時間で1500円ですよ。今水とか出ましたよ。そうところが今 J リーグとかのさっきの変態の話じゃないですけど、 J リーグじゃなくても他のところでもそうですけど、くっそ寒かったり暑かったりするところで屋根もないところでしかも立ったりなんかしながら見てて2500円っていうのはこれはどう考えても修行僧ですよ。そう、そんな修行僧してるのに なんでこんなね楽しくて快適な環境の映画よりも 1.2 倍近くしなきゃいけないんだと。それはちょっと高すぎるなと思うのと、さらに、ね、ここにいる人種はみんな自由席人種なんですけど、すでにタダですから。もうタダとかただ金払ってない。シーズンチケットみんな持ってる。そうもうフリーで。だからね、あれ例えばメインとか行ったら4000円とかするわけでしょ。もうそれはねえよと思って。そのように対価に合ったサービスは。で他のエンターテインメントと比べて高すぎる。ごめん、俺すごい安いなと思ってる。そう？それは何と比べてるの？いやなんか格闘技。俺ユーロとか行くから。あそか。代表のチケット代とかと比べて。ああ。J リーグ安いとか思うんだけど。代表高いんだ。こんなこと言ったら今度上北スペリオ上北の試合行ってくださいよ。安い。ただですから。間違いないですよ。あれね、あれただで、あれ赤スポ楽しかったよな。楽しかったですよね。単な話、その J リーグのチケットが高いと思う人は、やっぱ J リーグつまんないんだよ。いや、だけどこれ今ね、書いてんだけど、家族3人で5、6000円で遊んで帰れるぐらいにしてほしいと。俺もこれ家族連れからすれば本当にそうだ。いや、まあそうだね。そうね。だから何と比較するかなんですよ、今の。いや俺は俺映画すごいから映画と比較する。映画祭だけにね。ヨーロッパ行くとか、ヨーロッパのサッカーを見るとか、他の代表戦とかで比べればそれは安いですね。ただ J リーグの問題はやっぱ試合数多いじゃん。18試合も行くとさ、それ運転するよね。金払ってらんねえよとか思うよ。逆に金くれと思うときおるもんね。だから逆に言うとそこを山鹿の人たちはすごいなって思うのは。もう実のサッカーですよ。もう面白くない試合だ。でもあれ1周目だからだよ。いや、ところがですね、あれすごいですよ。あれもうだって地域リーグからあれですもん。
マジで。みたいだから、そう地域リーグだから上がっていく楽しみあるじゃない。そう。だから逆に言うと今からが山が越え時かなと思ったんだけど、あのあれが持続してるところがすごいなと思う。J2 なり J1 で、うん、対低迷単周目とかになるとやっぱきつくなると思う。うん、思うか。俺もね、実はね、だんだんそれはあるんじゃねえかなと思ったんだけど。今シーズンの山上でもそれはねえんじゃねっていう風になんかちょっと、まあでも新潟もなんだかんだって2万人ぐらいが残りましたからね。そうなの。あの東北人ってやっぱ粘り強いんだね、雪国の人たち。まあ、やることないっていうのもあるんだね。 J2 の試合にそうなんだけど、J2 の試合に朝6時半からまあ並ぶんですよ。いや、これはだから地方都市と大都市圏、首都圏とまた違いますよね、今の。今質問にその話の流れがあるんです。あ、どうぞどうぞ。はい、大きい声で大きい声言ってね。ボンズ、頑張れ。じゃあ、アマチュアのように最近ご当地まるまるというものが流行っています。この発想が地方クラブの集客や経営に役立たない自信ですかねというご質問なんです。地方民じゃねえか、さっぱりわかんない。むしろこれはあのローロック相当じゃない。ざっくり。ん、ごめん、書いて、ごめん。質問の意図を的に言ってあこっちにあるから、まあ、まちゃんのように、まあ、ご当地丸々というか、まあ、ご当地的なものが、うん、まあ、アイドルなりそういうのが、うん、まあ、アマチュアみたいにあるんですけど、それが、うん、地方クラブに役に立つんじゃないですか。いやいや、だから地方クラブが地方省、地産地消で行くようなレベルであれば僕は可能だと思うし、それは十分あの J3 あたりでもいけると思うけど、うん、そこがいわゆるその日産やトヨタのようなところと肩を並べたりするマーケティングとはちょっと違ってくるっていうのは当然なはずなんだけど、そこをあのウブな J リーグチェリーボーイたちはやっぱそこがやっぱ同列に勘違いしてるっていうところはすごくあるかなっていう。あとさ、俺すごい J リーグで思うのは、地域密着って言葉に甘いすぎてんだろこいつらっていうのは。実際さ、浦和とかだってさ、地域密着じゃないじゃん。来てるサポーターってさ、神奈川から来てたり東京から来てたり。そうです。で清水とかだって観客の半分ぐらい東京から来てるっていうね。地域密着、どこに地域密着があるんだろう。なるほど。地域の一着とかに甘えてるともうクラブ経営うまくいかないよ。つまりそれはそもそも看板に偽りがあるんじゃないかっていう方はするんですよね。でもサッカークラブ側やサポーターの地域密着って言葉を採用するってことだよね。だ逆に本当魅力的なサッカーやってれば、うん、だって魅力的なクラブだったら別に地域密着やったら勝てなくて来るんだし。友人は池袋を住んでるからね。だから都市部の人間は結構そう、都市部の人間は結構そういうことを考えてると思う。地域密着っていうんじゃなくて企業密着ってチームがいっぱいあるけどね。密着というか癒着ぐらいじゃない。いや、だから逆に言うと企業密着ができるようなチームっていうのは多分生さんがおっしゃってたようなプレミア構想に残るようなチームだと思うので、やっぱそういうところがないとやっぱり企業密着、地域密着から企業密着へ変えろっていう。そうそう、だじゃないと3億投資、あの3億赤字だって最強プレミアムのリーグとしては成り立たないと思うし、僕だってマンチェスターユナイテッドだったりマンチェスターシティだったりっていうのは別にマンチェスターの市民だけに愛されてるチームじゃないからあんなにお金が入るわけでしょ。いや、だからプレミアリーグっていう名前になった時には、うん、そのあの会社の資本金とかそういうのは問われると思いますよ、ね、当然財務体質っていうのは問われると思うんで、それをクリアしたまあ立派なチームじゃないとダメっていうのはプレミアリーグになるわけです。あとはそれが日本国内の現在これからあと5年後ぐらいそれだけの規模の体力ある企業が何社サッカーにかかるかって言ったら無理無理。データのように、うん、いや、まだ中国の企業だから外資規制テンパらないのね。まあ体力が絶対ある。外資規制とかパチンコとか酒のメーカーダメだとかああいうの全部一切テンパらないってなるんですよ、うん、なるほど。そうするとすごく対極化してくると思うから、うん、地方のあのクラブがあの妄想を見なくなるのはいいかもしれない。本当に地方クラブの妄想嫌いですね。嫌い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 。あ、ダメあれ。まあでもいいことないよね。田舎者は田舎者らしく田舎者として生きればいいんですよ。すごいこと。まああの J リーグ原理主義者芝木隊なんでね。原理主義者芝木隊いいね。田舎の人間があの日産とやりたいとかトヨタとやりたいとか思うなっちゅう話よね。だから松江シティが鹿島とやるっていう夢を見てる。松江シティ
っていう名前がすごく好きなんですよ。あのシティとかユナイテッドとかっていう言葉が好きなんですけど、松江シティって、いや松江シティって何でもユースト見てる人も松井シティが何だかさっぱり分からない。全員してます。この番組見てたら大体分かってます。今日のお客様知らないかもしれない。あと何か面白い点ありましたか？タイムラインではないですか？もうしばらくツンさん待ってるんですけど、ツンさんいかがですか？新幹線に東京に入ってきましたっていうツイートのお子様は。あ、いいですか。サポーターズクラブの会員費を、サポーターズクラブを地元向けと遠隔地向けにない分ければ収入は増えるんじゃないかと思うんですけど、まあまあそれはあるけど、例えば鹿島アントラーズに東京向けのっていうこと会員と、その地元向けの会員があればどっちが高くてやってるっていうのはあるんですかね。やっぱ地方が高い。地方、あのだから例えばじゃあ鹿島だったら入場券とイチゴを納付して入るとかっていうそういうふうにすればチケットの格差はなくなるよ、ね、うちは米を納めて帰るとか。あ、そうそう、米が入場料とかいいよな。いいですね。年貢で年貢で年貢 うちで取れた米を麺だからっていうのが頑張れって、ね、それを選手があの寮で食うっていう。小笠原が泣きながら食う。そういうわけ。東北人魂。東北人魂ね。そういうのどうですか。素養町でこれ入れるそう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 。素養町。素養町で。無能でも無能でもいいですか。必死になったんで。俺は労役で。労役で。あ、ボランティア。俺は労役でって。誰しも人間だって。お前何会員？あ、俺疎会員。超会員だ。俺超会員なんだけど。布を納めないと。いいね。調布とか強いかもしれない。そうそうそう、調布とか布を納めないと。うちにポリが使える。あ、いいです。そんなんかないですか。いや、あの今日すごく面白い話したんで、あの言いたいこともいっぱい言ったし、うん、なんか逆に言うと、こんなあのいっぱい逮捕歴持ってる人ここいないから。そこすごい聞いといて。あの檻の中の生活について。48時間以内でどうやって飯食うんすかとか。なんかね、ネットでなんか逮捕歴4回とか書いてあって何言ってんのこれと思って。何回ですか。いや、何も逮捕されて入ってんのかなと。いろいろありますよ。南アフリカで逮捕されたの。南アフリカでも逮捕されたの。そうそうそう、南アフリカ護送寸前でしたよ。ワールドカップ。ちょっとね、南アフリカのじゃあ話していいですか。これもね、言わないとみんな分かってくれないんで、デンマーク戦の時に、僕がこうやってスタジアムにヨーヨーと入ろうとしたら、なんか若手の連中がこのチケット売り場のところ、チケットのこのゲートのところで止められてるんですよ。黒人に囲まれて、何言ってんだお前って。英語わかんないからなんかあれかなって言ったら、な、弾幕入れられない、ダメだって言うんですよ。だからなんかそんなのであれなんで、僕はちょっと知恵を絞って、俺が向こうでマークをつけて引きつけとくから、お前らその間に突破しろと。で、ま、そう、マークを引きつけるために俺がスペースを作るから、お前らその間に行けと。で、俺がちょっと離れたゲートの方でワンワン騒いでて、警官蹴ったりしてたんですよ。そしたら、そこが問題なの。それをもうちょっとなんかこう、そしたら思いっきりなんか、あの俺の暴れてるのを見てた隊長みたいなやつがちょっと少し引きながら見てたんですよ。あー、ダメだこいつ、行けって言った瞬間に持ってた自動小銃が全部俺の方向いて、うわーって襲われて、でそのままあの護送車に入れられたという事件がありましたね。でもその前にもう酔っ払っててひどかったけどね。で、ちなみにそのおかげで、あの日本代表が歴史的なアウェー初のベスト16が入った試合で弾幕が出てたわけですよ。いっぱいいろんな弾幕が。あれは俺のおかげなんで、勝利に貢献しました。確かにね、あの、はい、その、それは、あの手法を、その後、その前にもね、ウルトラスの幕の上に、テイさんが幕をかけて、ウルトラスと揉めてね、ありましたよね、テイさんね。いや、だって、俺、日の丸を出そうと思ったら置く場所ないから、なんか布が貼ってあるから、ウルトラスだったら、ウルトラス。友人の山崎さんとね。そう、ウルトラスって書いてある。竹山と揉めたんだ。ウルトラスって書いてある布の上に置いたら、なんか文句言ってくるやつがいたから、何もふざけんなよと思って。竹山と揉めた。竹山と揉めて。そうありましたね。その逮捕は
48時間で釈放されたんですか。いや、それはすぐ釈放して試合は見れたの。はい、はい、でもチケットをね、で知恵を拝借するとやっぱ逮捕歴はやっぱり俺が挙げたんだよ。逮捕歴はやっぱり減った方がいいじゃないですか。まあ減りゃしないけど増やさない方がいいじゃないですか。あのそのマークの引き付けの時は非常にあの僕もインファイトで突破の時によく、まあ、引き付けるそれあれですよね。やっぱスペース作る動きって重要ですよね。俺がそのシンビスポ引き付けてるからお前ら現金を入れて突破しろっていうのはよくやってましたけど、昔ね、あの浜村さん、サポティストの浜村さんがあのまた怪しい弾幕出すときにマークを引き付けさせるんだよね。こっち側で浜村さんが俺が暴れてるからその間にこの弾幕を出せってまた教会機関の弾幕とか出すやっぱりマークを引き付ける動き重要だって、重要だ。そのマークを引き付ける動きをもうちょっとあのなんすかね、和平的にできますか。和平的にね、和平的に裏はの白ぬあのどっちかっていうとツーさんっていう秘密兵器がいるんだからそっちを使ってですね、あの侍が居合をしてるふりをすると、うん、そこでおーつって見てる姿がいけっていうのを伝える。裏は ACL の時に若手がなんか、うん、セクハラして、うん、ギャーって揉めてる間にあの発煙筒こんなの持ってったっていう。裏は ACL の時にあいつら韓国アウェイで花火あげてたんだよ。あれすごいよ。いや花火ってヒューってロケット花火じゃないよ。じゃあ花火職人一人入れたって。六尺玉が上がってんのボーンって天井が真っ暗になったって。いや、それはそれですげえなと思うんだけど、問題はそれどうやってあれ手に入れたんですか。そうだよね。あれで、そうだよね。だってどう考えて韓国で六尺花火が手に入るわけないじゃない。まあ密輸だ。そのさっきのおっぱいのは空港の話よ。セクハラの話。密輸レベルの話。その花火がおっぱいになって入ってたかもしれない。そういうね、秘密的なプレーで連携してるのが、これからもみんなそういう工夫してやってほしい。そうやってまとめますか。まとめますけど、で逮捕はされるなっていうことが相対点。いや、逮捕されると、別に重要。逮捕されるといろいろやりづらいことも出るじゃない。、ね、なんかいいことやってもすごい怒られるんじゃん、ね、いやだって別にそんな狙ってるわけではないんで。あ、逮捕されることを。そうそう、別にそのマーク引きつける話と違うので今回は。ああ、まあまあ、そうそう、今回はね、何は確信犯だったの。いくつかはあるでしょ。あ、すみません、確認します。相当は国内逮捕歴2回でいいんですか。2回。え、先生は2回でいいんですか。これなん逮捕歴語るこの前後にこれなんでこれ3逮捕歴の話でこれサンドイッチしてんのこれ。だから4回っていうのはデマだって話ですよね。デマです。まあでもシミケンさんもいっぱい逮捕されてるし、田代正史さんもいっぱいいるし、なんだっけあのおっぱい大きな女の子、フィリピンで、そうそう、あれもあれで冤罪だったんだよね、あれね。おっぱい女の子大きな女の子、あー、あー、あれ冤罪なの。おかげで AV 見れたんだから。冤罪でもあれだけグワーッと報道されちゃってるからみんな冤罪だと思ってないし、知らなかったでしょ。知らなかった。フィリピンでプレイヤーの話。まあでも国がこの何を本気出すとしょうもないことで捕まえるじゃん。気をつけた方がいいよね。気をつけます。どう見たって相当あの衝撃的なツイートが、はい、あの水戸がライスサポーター制度ってやってましたって仏像が言うの。現金でやってた。さすが水戸だね。さすが水戸ちゃん。違う、納豆じゃねえんだ。あ、なんか変なの来たよ。水戸ちゃん、あ、遅いよ。お疲れ様です。お疲れ様です。聞きながら来ましたよ、僕は。お疲れ様です。まあ、そろそろあのエンディングの時間。ちょっとツンさん映りましょうよ。少しは映りましょうよ、ね、侍っぽくない。ああ、代表にね、はい、これツンさん聞いてましたか。あ、聞いてました。じゃあもうおかしが、はい、これ引っ掛けない牛タン味のこれ、はい、仙台から。もうあ、すいません、お前がエンディングの時間に入ってきました。長いよね、7時から何時間やってんのってぐらい。よく喋るよね、みんな喋りすぎだよ。喋りすぎ。よし。仙台から8時間かかった。8時間。8時間だって飛行機に乗れば大概どこでも行けちゃうよ。そうだね。そう、大概どこ。仙台から戻ってきた。いや、仙台から戻ってきました。今回何やったのか。
今回はまあいろんなあの仮説でなんかいろいろあのレクチャーしたりとか、あとはあのなんだろう、イラストで物を売ったりとかいろいろしてました。物を売ったりいろんなことをしてましたよ。 あとあの清水秀人ってライターがいるんですけど、秀人っていう、あの関西で彼のあのコンフェで報告会を仙台でやったんですけど、仙台サポーター2人しか来てくれなかったです、はい、あとはジュビロのサポーター多かったんですけどね、あんまりあのコンフェでブラジルは興味なかったんで、ね、ていうか、はい、地方の人の関心って結構やっぱりそうなのかも、また地方の人、そう思いました、うん、はいはい、やっぱりあのワールドカップよりもやっぱ目の前のそこにあるサッカーを愛せってことなんだなって思って、都内だとやっぱブラジルのこと知りたいとかニーズが結構来るんですけど、あー仙台なかったな、失敗したなって、だからもう目の前にある報道しか信じないからね、やつら、はい、やつらいやもう地方に対して相当罵声浴びせましたけど大丈夫ですか、なんか 100勝とかいう言葉が飛び交ってる、もう大丈夫なのこの番組っていう、もうどんだけ、だってこれ地方のね、あれを地方のさ、今そこにあるサッカーはある、東京だからね、東京だから、そうどっちなんだよって、俺なんか聞きながら俺ドキドキしながら見て、俺ここに参加していいのかなって、なんかメリット出ていいの、よかったのこの番組に、メリットなんだろうね、ねえ、こっちはこっちでさ、もう俺社長辞めたからって言いたい放題言ってるしさ、大丈夫、もう2人にとってメリットがあるのこの番組、ね、いや僕は逆に言うとそれはあの地方の人たちの、はいはい、対してのエールですよ、裏返しですよ、まあでもそうですね、そうそう、だからそうそうそう、分かります、でもその九州出身の人が言うっていうことはそれすごくよくあります、だから本当身の丈っていうか自分たちの社まをあの知れっちことですよ、それは僕もちょっと分かります、うん、だから愛媛のトップが3年以内に J1 つって、うん、今あの観客同率が下から3番目なのに、そりゃないだろうって正直思います、だからすごいよく分かります、樽を知れってことだ、そうですね、お前てめえらはてめえらとか田舎者なんだから優しく言いましょうよ、相当優しく言いましょうよ、大陸塾を作るに共に歩いていきましょうよ、そうそう、はい、だから橋本タイプではなくてやっぱり東国原知事タイプで行かなきゃダメですよ、そうそう、僕は愛媛にそういう感じです、大陸塾を作るんじゃなくて一緒にできることを探してそれでやっとうっていう、はい、俺は逆に言うと大陸塾を作ってその大陸塾の中からああそうか、相当言ってることはこうなのかっていうやつから引き上げていこうと思うんだけど、はいはい、宮崎誰もいない、だから、ね、似てる、ここの人もな、男は殴り合えば分かり合えるっていう、すごい、まず大陸通軸だから、まず殴り合ってそっからじゃないとお前とは話せないってタイプだ、メガネも取るけどね、そうそうもうここは危なすぎるよ、ここは危なすぎる、で今日ね、はいはいはい、タイ語歴や、スーさんはタイ語歴や、あ、ないです、これはないです、俺はね、この人とタイ語歴話を言っていいの、これアーカイブスで残るんじゃないの、大丈夫、タイ語歴で奥さんとの話とかさ、普通しないでしょ、そういうの普通で、今日のこれ、ユージ特徴はユージだと思う、ユージがなんかね、このテレビ見ると男に映ってんの、なんかシュッとした感じで、お前ね、カメラがおかしいんです、そうそうそう、なんかこんな感じでシュッとしたさ、何この絵面、これ今のこれ、そうそう、これやばいよね、この絵面やばいな、そうそう、イエーイ、ユージだけ得してると、ユージで結構ユージ毒吐くのに今日入ってないもん、結構ボロくする、抑えてる全然、あ抑えてる全然抑えてる、だから多分ね好感度上げたらユージだけだと思う、俺はツーさんがあまりに適当すぎるからツーさんをディスってるだけだ、てかそのもう木崎さんディスっちゃダメだしよ、木崎さんさロックスの音にさもうやってるしさ、もうそこはダメだろって言われて、もっと木崎さんこれは J2 とか JFL で来てもらわなきゃいけないのにさ、もう金のためならとか言っちゃダメもん、俺言ってないよ、言ってない金に、うん、ね、あの匂いが分かる男だって言ってる、あそうそう、そこはさこれ生放送で切れないもんね、切れない、いくらこのね運営がうまくても切れないからさ、俺なんかドキドキしながらさ、俺2回ぐらい事故りそうになったからさ、頼むよほんとマジで、俺なんかすごい心配してる、もうこの2人尊敬してるからさ、俺さ本当に、まあ、友人の逮捕歴まで出てますねえよ、友人さんの逮捕歴やってねえよ、でもね普通の人は知らないですけど、友人はあれですよ、プロのキックボクシングの免許とか持ってて結構武闘派なんですよ、こんな感じで、はい、だから相当悪いことやってると思います、じゃあアーデストホーストだってこいつ、ホーストそうですフォータイムズチャンピオンのあの世界で、こいつのところすぐそばに右翼の事務所とかってすごいとこ住んで
でるんですよ。ね。ね。飲むんじゃないか。殺人事件起きたとか言ってるのさっきの。そうそう。大変なとこ住んでるんですよ。池袋の。池袋の。そう。東池袋の。あそこ組事務所ばっかりだよ。そう怖いとこ住んでんの。だから。僕もあの大阪。だって小学校の。のあの夏休みのしおりにここはヤクザの出入りが多いからそうそうだからねタフに来てるよ UG もなるほどね、うん、いつからこの番組は逮捕歴はいだからそう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 やばい逮捕いや次も逮捕歴あるやつだけ呼んでよ野鳥とかさ野鳥あとデキン食らったやつだけどデキンあいいねデキンサポーターでもそれは言ってるだからやっぱ面白いサポーターがどんどん今デキンになってるけど、うん、そういうあの面白さあの名物サポーターは絶滅の危惧遣いを作ろうデキンになってるやつは全員面白いから何らかのそうそうそうデキンサポーターサミットそう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 いや俺すごい会いたい人いっぱいいるしあとできなかったけど大分のサポーターの人でもすごい面白い話あれあれあのガンバであの着ぐるみの首取ったやつ あいつ呼びたいねじゃあ俺いっぺん呼ぶからいっぺんと着ぐるみの取った人の対談対談しゃべるんですかいっぺんあの紙でこうやってねいいね、じゃあ次はデキンサミットでデキンサミットいやでも名物サポーターに俺いっぱい会いたいこの間本当大分とかで会ったけどやっぱ面白いやっぱその道の人たちは大分いましたやっぱりいろんなこと大分ってほらこの10年一番激動じゃないですかね借金も作ったしてシャムスが来てすごいいい時もあったしで菊池選手が来て菊池選手の応援は俺たちしねえぞっつったのにマルチ菊池爆地の頃ですねそう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 だからそういうのもいろいろ話聞いてまあ僕はちょっと言えないんだけどあの内々で聞いたからここだったら言ってくれると思ういろんなサポーター呼びましょうでその渡航費は誰が出すんですかそれは今後はいや俺がなんで出すのいやいやそれはハマトラからそうハマトラから俺もハマったら代表やめたら金動かせないから動かせないですねあ、そうですじゃあ UG だな前半はさ、いい話から入ってたよねハマトラやって、そのね、もう情報会ダメだし、今日のダメだしいい話からずっと聞いてたんだ聞いてたよ、俺は暇なんだから、渋滞でだから、ここに来る俺今何持ってない、何持ってないってまずパソコンの電源がまず切れたでしょその次 iPad の電源が切れたでしょで、今あのスマホの電源も来てもう聞けないって言ったからこいつにあの普通のガラケーがもうちょっとでつくから終わらせないでって思って全部つきたんだそう全部尽きた3本の矢が尽きてそうそう8時間の間にそれは尽きるっていうのそれから聞いたでしょそうそうそういや面白いさんが武術練習出動されかけたことがあるっていうのがあるんですけど超限界超限界あそんないっぱいあるよそんないっぱいあるあとあれだよ俺ジルグロの声でやり振り回して練習してたやりかやりやりあとあれだよ某サポから命狙われたこともあるしねカシマです。言っちゃっていいの。そうそう。ここら辺は大体。カシマの時あったよね、一回ね。そう。そうそうそう。だからここ繋がりだった。じゃあそれで行くなっつうのにさ、そうそうこの人横浜カシマにさ、そう乗り込むだってな、そんなので行かないわけいかないじゃん。しょうがない。向こうは殺すって言ってんだよ。それに二人で乗り込んでた。俺は行かなかった。俺は行きたくなかったんだよ。この人が行くっつうから、しょうがないから、まあ、ボディーガードで行こうかなと思ったら、その前の週にインファイトがホンダ殴って一人もいなかったんだよ。それだ。そう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 。それすごいよね。向こうは殺してるって。それに向かってったらインファイトが問題起こして、その時スタジオいなかった。それもいなかった。すごいなその話。俺で俺。何のためにこんなクソ田舎まで来たんだって二度よインファイトって思いながら帰ったっていうね面白いね面白いそうここもだってここなんかもう結構重鎮で最近だよインファイトの殴り合いしてんのね最近ですよねそれだってあれがないんですよね全部壊されていやあ壊されてはないあのちょっと被害甚大だったらインファイトガーって引きずり下ろされてなんだなんだこの野郎マスクかぶったシャアとインファイトがうんだよなんだかよなんでホンダロックとあれ鹿島が戦ってるんですかそれは天皇杯で戦ったことあるけど違う違うあのいやいいその話いいいいそれ面白いいやいやナビスコカップの決勝戦の時に僕が昔いたグループの仲間の名古屋にいたやつが息子と一緒に記念に見に来るから久々にそのもう僕らのチームは解散しちゃったんだけどチームで
合わねえかっていう話で、はいはいはい、あ、いい話で、そう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 、でみんなでじゃあ会おうぜ、20年間時を超えて、僕らのちょうど上のところが、15ゲートっていうところが大体僕らの住処だったので、じゃあ15ゲートに陣取ってみんなで昔のように応援しようぜっていう話してたんだけど、俺もよしゃいいのに、なぜかシャアのコスプレしてた、そうそうそうシャアでカジノのあのところ行ったっつんだから、それはやっぱりなんだこいつはって話になってね。で俺は別にマスクしてるけど俺は俺だしっていう、まあ、自分なりの論理があったんだけ ど、 どやつから来たらなんじゃあいつはっていう、そうそう、かん、相当って分かんないから、そう、それでオラオラになって、でいや俺が、あの俺もねやっぱり昔の気分だったからすごいビールもパッチ早かったしまあちょっと思い出話からすると、ちょうどその時一番若いやつが中学生だったんですよ、グループの中で。そいつがもう大人になってて、親方になってて、いや社会屋の棟梁やってるわけですよ。それでちょっと金回りが良くなったんで、いやもうしばらくぶりだから、僕あのサポーターネーム、あの通称千代吉ですから、その千代吉さんにいっぱいあのビール、あのジュースとかおごってもらってたから、今回は僕がおごりますよって散々からビールをおごってくれたわけですよ。いい話ですね。いい話だね。俺も気持ちよくなっちゃって、お前やなって。で、僕は、まあ、棟梁になったけど、その、若手とかベテランとかを使っていく、その、酒屋になりたいっていうふうに言うわけですよ。アントラーズみたいな。ね。ベテランと若手が噛み合う、ええー、話やってなるやないか。それで、グビグビ飲んでたんですよ。それで、昔のようにオラオラ応援してたら、なんじゃこらーってお前ちょっと跳ねてんじゃないのって後ろからおって来た瞬間に、なんだよおめえよで、このマスクのシャアがですね、なんだよおめえよっていう話になったら、あー裏来いよっていう話になって、ガーガーやったそうそう、これ試合中でしょ、試合中、試合中、試合終わってからやりましたよで、中のやつが試合中だからやめようよって言ったんだけど、それで上手だよ、この野郎来いよっていう話になって、裏とかって揉めて、で、シムイスポーとかがこう入ってて、で、しまいにはそのマスクにこう手をかけて高温なんなっちゃったから、いや、ほら、マスクに手をかけられるのはマスクマンとして最大の屈辱だからそこなんだ、それそれ、それ以前の問題、それはダメだよ、ね、それダメなんだ、そこなんだ、それでこうやってバーってやって揉めてて、でも結局暑かったからマスク取ったんだけど、そしたら、あお前かっていう話になって分けてくれたら、ね、この人は敵じゃないからって分けてくれたんだけど、まあまあそこで一件落着はしたんですけどねでも壊れちゃったから最近はあのシャアの衣装がいないっていう、これほら見てる人がね、ちょうどその説明、あサイドセブンに入ってきたシャアかと思われたそんなわけねえだろっていう話です、はい、分かりやすいです。ただ僕もあのほらでも乱闘は良くないっていうことをよく言ってるわけですよ。言ってる。向こうが喧嘩打ってきてもそれをかわさなきゃいけないっていうのは相当の俺がすごい好きなところ。僕ね今画期的に、乱闘をスタジアムの乱闘を排除する方法を思いつきました。これ重要です。お聞きしましょう。酒を禁止にする。ヨーロッパと同じやつ。ヨーロッパと同じやつ。したらもう、ね、多分ねなくなっちゃいますよ。なんかこれもう終わりの音楽流れてるあれまだ俺5分も喋ってないんですけど8時間かけて嘘です、大丈夫です、酒禁止にしたら乱闘もしないでしょ、あまあね、それは確かに説得力ありますよ、この人も乱闘しないでしょ、この人酒さえ入らなきゃいい人だもん、そうでしょだから酒やめましょうよ、したらキリンも代表サッカーなんかつかないでしょキリン下ろさせたいの、キリン下ろさせたいんだ、そうそう、それ難しいよね、でも氷結になるかもしれない、お酒だから俺あのさあ ここにコカ・コーラが戻ればすごく新鮮で、ね、いいと思いますよ、はい、長く、はい、もうそろそろですかね、はい、じゃあ最後に今日の感想を、今日の感想あのユージさんからひどかったですねなんかあのこの今そこにあるサッカーワイセという番組のアドバイスなんかこれから視聴者に向かってなんか特にないですね。リさんってでもそうやってハスに構えてるけど結構楽しんでたりするよね。そうです。で意外に面倒見いいし熱い男なんですよ。いいやつなんですよ。で相模原の時もね、俺は結構透かしてるのかなとか思ったら、後でなんかデロリンだっけ、はいはい、あのいや、はい、見た。またデロリンか。デロリンはねいいやつなんだよ。俺お世話になってんだよ。で、 でもあれみんな誤解してんだよデロリン。そう面白かったってすごいコメント出て。あなんだユージさん楽しんでたんだと思って。そう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 。
いいやつなんですよ、意外に。あのちょっとテレアだけど、あの東京的なあのこうハスに見るところ。そう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 、お坊ちゃまだから。なんと東京のハスに見る感じ。シティボーイだから。シティボーイだからね。そうそうそう。じゃあ松江シティ応援すればいいよ。松江シティマンチェスターシティが出てくる。なんで松江シティなの。それも俺すごい。え、MC、我々の世界で MC って言ったらな、マンチェスターシティ。松江シティ。松江シティ、俺よく分かってないんだけど。俺も今、洪水で大変だから、松江。マジで。行くしかないな。じゃあ、あ、すですね、まずあれですね、あの感想って5分ぐらいするの。じゃあ、じゃあ、俺は今日はね、オーディエンスにね、まずね、もうね、クイズしてね、聞きづらい。もうなんかね、音声をもうちょっとなんかあれ、今日みんなも言ってるけど、音がちっちゃいから大変だった。俺車の騒音の中、今何て言ったんだ、相当みたいな。その都度事故を許そうなの。そう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 、ね、あの音はね、変えます。あ、そうですか、はい、お願いします。はい、もう一個ずつマイクをね、こうやって置いてやってほしいですね。あとはまあここの2人があったっていうのが、僕もあのサッカー界のサポーターから3人しか割と尊敬してないんですよ。で、皆さんはあんま好きかどうかわかんないですけど、僕上田朝日くんはやっぱりすごいなと思ってて、で、あと聖さんもその本当に全て先駆者だし、相当もあれで3人共通するのは相当あれ。いやいやいや、相当も動いてらっしゃるし、やっぱその3人共通して動いてるってことと、そのなんかなんだろうな、あの楽しんでるってことと、あとはそのよくある方々みたいにサッカーだけ、もう全部サッカーじゃなくてね、塾上話もするし、あの映画でね、あの皆さん知らないですけど、あの聖さんはあれですよ、横浜フットボール映画祭やってるんですよ。みんな知らないと思うね、きっと。で、字幕とか全部自分でやってるの。え、そうなの。すごいの。俺、サッカー映画の字幕の権威だと思いますよ。そうそうそう。じゃあ、サッカー界の戸田先生だ。そう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 、サッカー界の戸田なんで。そう、だからそういう、なんていうか、そのサッカーだけじゃなくて、横の視点もあって言ってるところとか、あと行動してやってるところが多分ね、あの今の若い方々はこの方々から学んだ方がいいのかなっていうので、そうこれも真剣に尊敬してると。僕ね、僕の持論であるんだけど、うん、こうより深い穴をね掘ろうと思ったら、はい、やっぱり、ね、周りから掘っていかないと深い穴って掘れないんですよ、はいはいはい、だから例えばそのサッカーのことをすごく知ろうと思って下にどん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 掘ろうと思ったら、経済も歴史も、はい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 、熟女も、はい、熟女もね、経済もそうそう、こういろんな意味でこう大きく取っていって、そこで自分の愛するチームを掘っていかないと、今の、ね、サッカーファンってやってることじゃなくて、ただボーリング作業です。こうやってガーって真ん中ここで1本だけこう掘っていってるだけ、うん、だからね、それだとねやっぱり深みが出ないんでね。やっぱね、エロも重要なんですよ。でもあれですよね、相模原のサポーターからエロ雑誌をもらって、みんなにこうやって見せるのかなって言ったら、子供がいるからやめてくださいってパッと隠したんですよ。そういうちょっとね、いい人なところもあるんですよ、このおっさん。意外にあそこでだってこうやって見てウケんのかなと思ったらね、その時にパッと隠したからね、あ、いいところあるんだな、社会性あんじゃんと思って。社会性あるけど、あの公衆の面でね、あいつのおっぱい触ったりとか。そうそうそう、さっき叩いてたよね、オープニングね。それすごいな、皆さんのカリスマをガンガン女子に叩かしてるオープニングが始まる、すごいなと思って。叩かしてあげてるんですよ、やっぱね、嬉しいです。あ、すいません、僕全然酔ってないですよ、本当に。あの、以上でよろしいですか。長いよ。じゃあ、せいさん、お疲れ様でした。どうも。最後のラストメッセージ、何かあれば今日の。デロリング、仲良くしようね。デロリ、いいやつなんですよ、デロリ。はい、どうでしょう、あの通常のこの相当の変態の党員たちの集まりっていうのは今日初めて。いや、こんな俺いっぱい人いると思わなかったんで、ね、こんないっぱいいるのに J1 の所属 のサポーター1人しかいない。これあれなんですよ、だから今日違う人たち結構見てると思うんですけど、みんな見てない人たち、ね、うん、すごいんですよ、あの J2 以下のレベルの人大集合なんて、うんうん、やっぱあれをもっと襲うよ、このイングランドみたいにさ、応援するチームは2クラブ元キャンペーン。ああいいね、君それはいいの、それいいこと、それさっきのボーリングじゃないけど、いろんなの見た方がいいの、ほんとそれはある、それはいいよ、うんうんうん、それはそうしよう、だってあれだもん ね、あの人口が減ってんだからね、そう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 、それはユージ今日一番いいこと言った、4部と1部とか足して5になるようにとかね。いや、いいやかんねん、いいね、おいちょかぶじゃねえし、もう7だね、もう7だね、宝くじも7とか、お前どこあと2引けよっつってるし、海外は2とかね、マイナス2とかね、そういう公式がある。バルセロナ好きなやつは7部応援するとか。それいいね、バランスを取るってね、いいかもしれない。あ、それはあるかもしれない、足して5、足して5、足して5、この方式。
なんかもうないですかね。あの岡部雅也くんね、芝木隊もやり方変えればいいと思うんだけどって書いてあるけど、俺の今日書いたブログを読んどいてください。朝日のなんか文句。芝木隊やり方変えればいいと思うんだけど、あのね、違うのそれね、結構長い言い訳があるんですよ。だけどこれ、みんな今か芝木隊とかあれのやってることに書いてあるのデマばっかりだから、あのもう本当にネット右翼が総力を消して潰しにかかってるんで、嘘とデマともうなんつだろう、プロパガンダばっかりなんで、ちょっと一回僕のブログ見ておいていただいて、はい、で言っといた。ヨットボールは未来の兵器であるレデューの方を読んでおいてください。はい、おすごいね。その以上で。はい、はい、じゃあ相当エンディングです。最後。うん。今日の感想と締めを。おー楽しかったな。やばいね。うん、いや、今日せいさん、ゆうじさん。つうさんありがとうございます。ありがとうございます。おまけで。僕も結局さっき言ってた田舎に発信するためにもうちょっとこうやっぱりこうメジャーシーンの中でこう田舎の人たちに発信していかなきゃいけないなというふうに思っている中で、すごくいい話ができたかなというふうには思います。都会のこのスカしたセンスがね、俺ないんですよ。これこっちか、生まれも育ちも池袋だから。すごい嫌われるようなこと言うけど、どうしてもちょっと FC 東京とか、ベルギー応援できないのは、カンナナ超えたら東京じゃないと思って。最後にディスってるぞ。情報来てください、情報。正直もう山手通り超えたら東京と思えない。出たよ。FC 新宿がありますよ。そういう上で、情報です。そう、あーそうかそうか、そうじゃあ情報じゃあ情報だね。じゃあ UJ 情報ってことね。今後すぐレプリカご用意してね。じゃあ、そういうことで、はい、今日はいいですか皆さん。これ6時からやってるんですよこの放送ね、はい、今何時か知ってますか皆さん。10時ですよ。10時4時からあれば香港とか行けちゃいますよ。大丈夫ですか。時間の単位が俺たちおかしいですよ。この4時間付き合ってくれた視聴者の方に感謝ですよね、まずね。何見てるの。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。トータル2500。あ、今ビュー300いってんだ。最初90ぐらいだったのに。ビューどこに見たの。ビュー。300見てる。見てるな。すごい、300ってすごいよ。IRV、やばい。延べは270。延べが2500で。初です。IRV 見てるな。こんなに見られることない。そう、せいさんすげえ。 IRV 超えた。で、 IRV レコードっていうのがあったんですよ、うちら。 IRV レコード、 IRV をご説明しますよ。もうそれいい。もう閉めろって言うな。はい、そうそうそう、はい。じゃあ、はい、今日もいい話ができました。本当にいい話でした。ちょっとだけ宣伝、総統業が復活したということがありまして、はい、来週から、はい、総統申請をします、はい、次週はですね、仙台、日曜日仙台行きます。入れ違いですね。あーなんだ、はい、仙台に行きますので、ソニー戦の人たちいいんじゃないかをやりましょうじゃないか。ああ、いいじゃないですか。ね、それで、終わった後に、いろいろね、皆さんが企画してたやつに乗りますんで、弟子たちの船旅に乗せられますみたいな。いいじゃないですか。いろんな地方に行きますので、いいじゃないですか。すごいですね、ロックソート。見つけたらですね、こう囲んでください。エロ雑誌プレゼントしてあげてください。エロ雑誌。熟女物お願いします。熟女物。じゃあ今そこにある、はい、サッカー合わせ、これで終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。